殿と一緒は、大場会による日本の4コマ漫画。メディアファクトリーの月刊コミック誌、コミックフラッパーにて、2007年3月号から2017年5月号まで連載された。単行本は、全11巻。2009年6月には、ドラマ CD が発売され、同年11月には、ドラマ CD 第2弾が発売された。さらに OV a が2010年3月25日に、 発売され、同年7月より、テレビアニメが、読売テレビにて放送。単行本語館は、DVD 付きの限定版が発売された。2011年4月より、テレビアニメ第2期が放送された。日本の戦国時代を舞台としたギャグ漫画であり、歴史上実際に起きた、様々な出来事をネタにしている。三英傑や武田信玄などの誰もが知る、有名武将から、 トリースネーモンのように一般的にはあまり知られていないとされる武将まで数多くの戦国武将、大名が登場するが、彼らの性格は史実をもとにしつつも一部を大きく誇張したものとなっている。例外もあるが、基本的には、殿と呼ばれる立場の武将が変わり者という設定でボケであり、部下たちが突っ込みを担う。武田信玄のように途中大きく出世した武将は、 若年期が、ツッコミ役で老成してからは、ボケ役と変化している。ネタごとに舞台となる時代には、ばらつきがあり、全体のストーリーには連続性はなく、特に初期はその家のネタそのものにも連続性が、なかったが、眼帯マニアの伊達政宗に振り回される家臣たち、女性らしい愛らしさを持つ長祖壁もど地下に燃えまくる、家臣たちと、それに頭を痛める国地下や、 おやたいと言ったように、その家ごとに、基本的なテーマが決められている。また、連載が進んできて、以降も、四マではないショートストーリーを中心に、単発のエピソードは多く作られるが、なおえ金継ぐの前田刑事勧誘のエピソード、伊達政宗の合図の加モ領内における、一気先導のエピソードなど、連続もののエピソードが増え始めている。他にも、 その家ごとにネタになりやすい時期が決まっており、例えば有名な桶狭間の戦い、関ヶ原の戦いは描かれず、朝倉家や浅井家の滅亡、信秀家後の織田家の動向などのように、シリアスな展開になりそうな出来事はなるべく避けられている。しかし、そうしたネタは登場人物の推測として無理やり挿入されている。 武将たちの時代ごとの名称の変遷や、あまり一般に知られていないエピソードを題材にするなど、歴史交渉が堅実なことも得意点として挙げられる。また、本作はあくまでギャグ漫画なので、マジやイケメンなどの現代語、現代調のセリフ回しや、現代のものが見られる一方、外来語は極力避けられており、例えば、サイボーグは、半身機械、ファンクラブは、講演会。 アニメは動画と表現されている。早く信玄になりたい、泣かぬなら燃やしてしまえ、眼帯万歳、だんまりなど武将たちに合わせた言葉の書かれた掛け軸も隠れた見どころの一つである。稀に眼帯や6つの丸イコール6分線が描かれている場合もある。しかし、途切れていたりして読みづらいものも少なくない。作中では本編の他にも、 機動武士ガンタイン、それいけ、ガンタローくんといった劇中作、本編中でも登場人物の妄想、劇中作の中でも作風や絵柄が激変したりと様々な画風が用いられている。七巻では、茂野直樹の漫画、信長の忍びとのコラボが行われ、帯に主要キャラが、巻末の特典である茂野が寄稿した漫画に、千鳥、信長、三秀が登場し、 本作の信長、秀吉、光秀と共演を果たしている。連載終了後の2019年から2020年に、かけ、作者、大場のツイッター上で、本作のキャラクターを流用した、NHK 大河ドラマ、麒麟が来るのパロディ漫画、金刊が来るが公開されていた。真田十勇士十勇士と、名はついているが、実質9人しかいない。 1> 第1弾が2009年6月24日。第2弾、殿と一緒にが2009年11月25日に、メディアファクトリーから発売。2010年3月25日に、殿と一緒が発売。おまけエピソード、ガクトと一緒も収録。2010年8月23日には、第5巻限定版同梱のアニメ DVD、殿と一緒1.5巻が発売されている。 一分間劇場眼帯の野望第一期、第二期舞台版、殿と一緒。ありがとうございます。